はい、皆さんこんにちは、トミーでございます。ハーバードライフ検定の第47問目になりますね。小児薬の原料というタイトルで今回もお届けをしていきたいと思います。まあ、久々のカスタムサムネイル画像といいますか、こういった感じのね、子供さんが飲んでいる、まあ、甘い香りがするですかね。はい、薬に使われているあのハーブをご紹介していくという問題になっております。では問題に移ってまいりましょう。今回の問題はこちらですね。甘い香りは熱を加えても飛ばず、アルコールにも溶けやすいです。リキュールのお酒の香り付けに、または焼き菓子に対応されていきますということですね。で、小児薬のシロップなんかのね、原料にも使われています。このハーブの今回和名を答えていただきたい。以下の中から A、B、C、D ですね。4つの中から答えてくださいませ。うん。最近は作用系の、まあ、問題文が多かったんですけどね。今回は和名を答えてもらいたいということで、漢字を4つ並べてさせてもらってます。はい。まあ、一応ルビをね、ルビと言いますか、読み仮名を振らせてもらってます。これがないとね、なかなか答えづらい難問になってくるんですけど、まあ、一応、ルビを振らせてもらっているということでして、A がまず月桂樹ですね。はい。で、B が風鳥木。これもなかなか読みづらいですね。C がウイキンです。で、最後 D が目ぼうきとなっておりますね。はい。今回ちょっとね、冒頭写真もハーブ載せてませんでしてね、この問題文からハーブを特定していただきたいということですね。で、またそこから和名を絞っていくということで、まあ一応そうですね、二つぐらいは今まで紹介したハーブの和名が入っているので、そこがわかる方は、省けるかと思うんですけどもね、なかなか和名触れる機会がなかったものですから、ちょっとね、覚えてない方は難しいかと思いますね。うん。はい。ではちょっとね、これはもう覚えてるかどうかの話になってきますのでね、実際漢字で書くというのは出てこないんですけど、読めるようにはなっていただきたいということで、それがないとちょっと答えられませんので、うん。まあ、たまにね、和名を問われる問題も1、2問ぐらいは、出てきますので、よろしくお願いいたします。はい。では答えいきましょう。答えはですね、C のウイキンになっております。うん。今回セリ科のハーブでアニスというハーブになります。ちょっとね、マイナーっちゃマイナーなところもありますので、セリ科の中ではそうですね、あまり登場頻度がね、多くないんですけども、一応、たまに出題されますので、キーポイントで振り返ってまいりましょう。今回アニスというね、白い花びらをつけるセリ科のハーブになります。うん。はい。セリ科の植物ですね。甘い香りがしますので、焼き菓子やリキュールのお酒の香り付けによく使われておりまして、葉っぱはサラダに使用していきます。まあ、この辺は補足ですね。はい。で、成分の方ですね。まあ、精油のですね、アネトールなんかが含まれておりまして、作用としては消化機能の活性化、腸内環境の改善ですね。はい。ガスを排出してくれるというのが、まあ、セリ科のハーブの特徴としては多いでしょう。あとは、口腔洗浄ですね。口の中を爽やかに綺麗にしてくれるというのが、アニスの特徴ではないでしょうか。ここは結構、他のセリ科のハーブにもあまりなかったりしますので、キーポイントとしては押さえてください。あとは、使用部位ですね。花びらでもなくて、葉っぱでもなくて、果実ですね。はい。茶色いね、種子と呼ばれますか、なんていうかね、種子っぽいですね。果実を主張していきますので、そこの部分が、まあ結構問われたりもしますので、押さえてください。あとは、エジプトではミイラの防腐剤に使われてきた歴史があります。この辺はまあ補足事項ですので、まあほとんど出ないでしょう。はい。やっぱり使用部位と、作用ですね。はい。この辺がかなり出るかなと思います。流れとしては、やっぱり甘い香りがするという精油、アネトールの効能のこの辺の問題が出るかなと思いますよね。はい。アニスのハーブ、セリ科のハーブとして押さえてください。では今回は以上でございました。次の1問1答でお会いをしてまいりましょう。バイバイ。